はい、それでは、ザ・サージ第2回始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、少し素材を集めまして武器をアップグレードしています。テックが足りないので全部位はまだ、足かな、足のアップグレードがまだですね。はい、じゃあ今日とりあえずショートカットが開いたのでこの先から行きたいと思います。でこの先にですね、あ、ほんまだか、上に登れるところが確かあったので、そっちから行きますかね。あれ、どこだっけかな、見えてる、この棒、あ、で、ここで電力供給ですね。はい、オーバーチャージします。これが、まあ、あの先に進めるフラグになります。フラグ立てしてよ、この先ですね。痛い、あ、マジか、痛いですね。よし、来た。ブラッディプロテウスのヘッド。これ初めてのような気がする。初めてじゃないんだ。あ、1万2000、やっぱり結構強かった、やっぱり強い敵やんな多分。この辺りなんかないかな、おいそう、あ、ここはまだ接続できないですね。まあ上がれないんだよな多分、これ上から来る感じだな。
ここもまだエラーですね。上がれそうだけどな、どうなんだろうな。上がれないっぽいかな。上がれないな。多分上から降りてくる感じだろうな。で、ここがオーバーチャージできますね。はい、これで扉を開きます。で、何か他にアイテムないかな。大丈夫かな。大丈夫そうですね。よし、じゃあ先進みましょう。で、ここはまたショートカットになるはずですね。じゃあ開けます。ここはまた上に、行けるリフトがありますけど、とりあえず今はここ行かないで戻ります。はい、これで2つ目のショートカットが開きました。で、これを開くと、部品をリサイクルしてくれて、素材に変換してくれます。ちょっと足りないですかね。素材はね、あるんですけど、テックが足りない感じですね。これは？いらないですね、もう。インベントリのこれはソウルに変換して大丈夫です。で、アップグレード、コアパワーのアップグレードもちょっとまだ足りないので、とりあえず貯金しておきます。はい、じゃあ行きましょう。Come back anytime. OK ですね。で、ですね、この先にね、この先にこの機械がいるんですよね。これをちょっと倒したい、倒せれば倒したいんですけどね。
当たんない。入った。あぶね。あ、OK ですね。はい。で、これがね、ストーリー中というか、クリアまでに5体いるそうです。で、5体全部ね、倒すと、トロフィーがもらえるようになります。エンジェル、いいですね。エンゲルハート、こいつの装備、あ、武器か、こいつもちょっとかっこいいですよね。よし、じゃあとりあえず今回はこいつを倒したところで終わりにしますかね。では、次回も、この先をね、やっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。